みなさんこんにちはスポーツ庁政策課教科調査官の関です同じく横島ですみなさんこんにちは今日は新学習指導要領の改定のポイントと学習評価について説明をしていきます今日説明する内容は スライドのとおりになっています前半で新学習指導要領改定のポイント後半で新学習指導要領に対応した学習評価について話を進めていきますまずは高等学校学習指導要領の改定のポイントについて説明します平成28年12月21日に出された中央教育審議会答申において新しい学習指導要領等に向けては 次の6点に沿って改善すべき事項をまとめ、枠組みを考えていくことが求められました。何ができるようになるか、何を学ぶか、どのように学ぶか、子供一人一人の発達をどのように支援するか、何が身についたか、実施するために何が必要か、この6点です。これらのことを踏まえ、新学習指導要領の全体構造は、 スライドのようになっています。新しい時代に必要となる資質能力の育成と学習評価の充実としての何ができるようになるか。新しい時代に必要となる資質能力を踏まえた教科科目等の新設や目標内容の見直しである何を学ぶか。主体的対話的で深い学びの視点からの学習過程の改善であるどのように学ぶかといったことによって、 より良い学校教育を通じてより良い社会をつくるという目標のもと社会に開かれた教育課程の実現を目指すという構造になっております。今時の改定では地・特・得体にわたる生きる力を生徒に育むために何のために学ぶのかという各教科等を学ぶ意義を共有しながら授業の創意工夫や教科書等の教材の改善を引き出していくことができるようにするため すべての教科等の目標や内容を、知識及び技能、思考力、判断力、表現力等、学びに向かう力、人間性等の3つの柱で再生理しました。本研修では、後半で学習評価について説明をさせていただきますが、まずは、保健体育の学習を通して育成を目指す知識及び技能とは何か、思考力、判断力、表現力等とは、 学びに向かう力・人間性等とは何かということを理解しその育成に向けた学習活動を踏まえて単元計画等を作成することが重要であることを確認しておきたいと思います。それでは次に新学習指導要領における保健体育課の改定のポイントについて説明いたします。体育においては 生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する資質能力を育成することができるよう3つの資質能力の育成を重視し目標及び内容の構造の見直しを図ることカリキュラムマネジメントの実現や主体的対話的で深い学びの実現に向けた事業改善を推進する観点から各領域で身につけさせたい指導内容の一層の充実を図ること 運動やスポーツとの多様な関わり方を重視する観点から強制の視点を重視して指導内容の充実を図ること小学校中学校および高等学校の12年間を見通した指導内容の体系化を図る観点から支出能力の3つの柱ごとの指導内容の一層の明確化を図ること保険においては生涯にわたって健康を保持増進する支出能力を育成することができるよう 3つの資質能力にに対応した目標・内容に改善すること、個人および社会生活における健康課題を解決することを重視する観点から現代的な健康課題の解決に関わる内容や心肺蘇生法等の応急手当の技能に関する内容等を充実すること体育と一層の関連を図る観点から心身の健康の保持増進や回復と スポーツとの関連等の内容等について改善すること生涯にわたって健康保持増進し豊かなスポーツライフを継続する観点から体育と保健の一層の関連を図った指導等の改善を図ること学習指導要領の解説では以上の8点が示されています次に保健体科の目標の改善について説明いたします 平成21年に改定された学習指導要領では高等学校保健体育科の目標はスライドの左側にあるように心と体を一体として捉えという一文で構成されていましたが新しい学習指導要領では体育や保健の見方考え方を働かせという柱書きに続けて両括弧1の部分は知識および技能の目標について。 括弧2の部分は思考力判断力表現力等にかかる目標両括弧3は学びに向かう力人間性等の目標について示す構成となりましたそれではここからは科目体育にかかる内容及び内容の取り扱いの改善について説明いたしますまず全体的な内容として体育において育成を目指す資質能力を明確にするとともに 豊かなスポーツライフを継続する資質能力を育成する観点から運動に関する知識及び技能運動課題等の発見解決のための思考力判断力表現力等主体的に学習に取り組む態度等の学びに向かう力人間性等に対応した内容を示すこととしましたまた小学校から高等学校までの12年間を見通した発達段階のまとまりを踏まえて 系統性を踏まえた指導内容の見直しを図るとともに指導内容の重点化を図ることとしましたこの小学校から高等学校までの12年間については系統性・発達の段階を踏まえて4年ごとのまとまりで指導内容を体系化しています小学校1年生から小学校4年生までの4年間を各種の運動の基礎を培う時期 小学校5年生から中学校2年生までの4年間を多くの領域の学習を経験する時期中学校3年生から高等学校卒業までを卒業後も運動やスポーツに多様な形で関わることができるようにする時期と位置づけていますこのように12年間の中での高等学校体育の位置づけを踏まえて事業計画等を作成し事業を進めていただくことが重要なことになります 科目・体育ににる内容及び内容容びのの取扱いの改善に話を戻します運動やスポーツとの多様な関わり方を重視し新たに強制の視点を踏まえて指導内容を示すこととしましたまた生徒が選択して履修できるようにすること男女教習を原則とすることを示すとともに生徒の困難さに応じた配慮の例を示しましたさらに指導内容を 一層明確にするため学習指導要領の解説においてすべての指導内容で例示を示すこととしました各領域における改善の主なポイントを説明します体作り運動では従来体力を高める運動として示していたものを実生活に生かす運動の計画として新たに示しました陸上競技では バトンのの受け渡ししし指導内容を新たたに示しました水泳では水中からのスタートおよびターンを取り上げることおよび入学年次の次の年次以降は安全を十分に確保した上で学校や生徒の実態に応じて段階的な指導を行うことができることを新たに示しました武道においては柔道剣道相撲空手道なぎなた弓道合気道 少林寺憲法、重県道などを通して、我が国固有の伝統と文化により一層触れることができるようにすることを新たに示すとともに、学校や地域の実態に応じて、従前から示されている相撲、薙刀、弓道に加え、空手道、合気道、少林寺憲法、重県道などについても、履修させることができることを新たに示しました。また体育理論については 内容の構成を一部改めスポーツの文化的特性や現代のスポーツの発展運動やスポーツの効果的な学習の仕方豊かなスポーツライフの設計の仕方で構成することとしました続いて科目保険に係る内容及び内容の取り扱いの改善について説明いたします保険の内容については 生涯を通じて事態や社会の健康に関する課題を解決していくための資質や能力の育成を図ることに重点を置き小学校中学校の内容を踏まえた系統性のある指導ができるよう改定を行いましたまた指導にあたっては心と体を一体的に捉えるとともに保健と体育の内容を密接に関連づけて取り扱うよう配慮するものとしました内容の構成については これまでの3項目を現代社会と健康安全な社会生活生涯を通じる健康及び健康を支える環境づくりの4項目としました内容については多教科及び小学校中学校の内容との関連を考慮し高等学校における基礎的事項を明確にしました 現代社会と健康については現代における健康課題とその予防及び対策について内容を整理し充実を図りました特に生活習慣病などの予防と回復にがんを取り上げるとともに精神疾患の予防と回復の内容を新しく示しより現代における健康課題に対応することとしましたなお従前示されていた交通安全と 応急手当については安全な社会生活に移動することとしましまた安全な社会生活については小学校中学校の系統性および安全に関する指導を重視する観点から新たに示すこととしました。その際従前の交通安全と応急手当に関する内容を重視するとともに安全な社会づくりについて明確にしました。 また心肺蘇生法等の応急手当についての技能の内容を明確に示しました生涯を通じる健康についてはこれまで社会生活と健康に示されていた労働と健康について生涯の各段階と関連が深いことからここに位置づけましたまたこれまでの保健医療制度及び地域の保険 医療機関などの活用やさまざまな保険活動に関する内容は自然環境社会環境を含めた健康を支える環境づくりの内容に移動することとしました健康を支える環境づくりについてはこれまで社会生活と健康に示されていた自然環境を中心とした環境と健康 食品と健康を引き続き示すとともに保健医療制度及び地域の保健医療機関などの適切な活用我が国や世界においてさまざまな保健活動や対策などが行われていることについての内容をここに位置付けました。健康に関する環境づくりと社会参加に関する内容を新たに位置付けました。次に 新学学習習指導要領にに対応しした学習評価について説明まず学習評価の意義ですが子どもたちの学習の成果を的確に捉え教師が指導の改善を図るとともに子どもたち自身が自らの学びを振り返って次の学びに向かうことができるようにするためには学習評価の在り方が極めて重要です。 学習評価の改善の基本的な考え方として、丸 ① 児童生徒の学習改善につながるものにしていくこと、丸 ② 教師の指導改善につながるものにしていくこと、丸 ③ これまで慣行として行われてきたことでも、必要性・妥当性が認められないものは見直していくこと、これら3つのことが示されました。観点別学習状況の評価の観点については、 資質・能力の三つの柱に基づいた目標や内容の再整理を踏まえて小・中・高等学校の各教科等に通じて知識・技能・思考・判断・表現・主体的に学習に取り組む態度の三観点に整理しました評価の基本構造については図に示す通りです各教科における評価は学習指導要領に示す 各教科の目標や内容に照らして学習状況を評価するものであり目標に準拠した評価ですしたがって集団内での相対的な位置づけを評価するいわゆる相対評価とは異なりますここからは科目体育に関わる学習評価の改善について説明いたしますスライドは令和三年八月に 国立教育政策研究所が公表した指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料における科目体育の事例一案になります。ここからはこの参考資料の内容を踏まえて説明をしていきます。まず学習指導要領等と評価の観点及びその趣旨や評価基準などとの対応関係を整理したいと思います。スライドの左側は 学習指導要領や解説に関わる内容右矢印の右側にあるのは評価の観点及びその趣旨や評価基準に関する内容です評価基準の作成にあたっては各学校の実態に応じて目標に準拠した評価を行うことが求められることから各教科等の学習指導要領の目標の規定を踏まえ観点別学習状況の評価の対象とするものについて整理したものとして 評価の観点及びその趣旨が平成31年3月29日に文部科学省から発出された小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童・生徒の学習評価及び指導要録の改善等についてという通知の別紙後に示されています。また、評価の目標と評価の観点及びその趣旨との関係性を踏まえて 科目の目ののの標にに対すすす。るる評価の観点の趣旨を作成することになりますそして学習指導要領の目標に照らして観点別学習状況の評価を行うにあたり生徒が資質能力を身につけた状態を表すために学習指導要領の2「2内容」の記載事項の文末を「何々すること」から「何々している」と変換したもの等を先ほど説明した「 参考資料において内容のまとまりごとの評価基準として示していますここでいう内容のまとまりとは学習指導要領に示す各教科等の各科目の目標及び内容の項目をそのまとまりごとに細分化したり整理したものです高等学校の科目体育では内容は入学年次と入学年次の次の年次項で示されています この中の中各領域、例えばスライドの青書きになっている入学年次の体作り運動あるいは入学年時の次の年次以降の機械運動こういったものが内容のまとまりというものになります。そして各学校においてはこれらの関係性や内容のまとまりごとの評価基準の考え方を踏まえて単元の目標に照らして各学校の実態を考慮し単元の評価基準等を 学習評評価価をを行う際の評価基準を作成することになりますなお従前は単元の評価基準をもとにさらに学習活動に即した評価基準を作成する事例を示してきましたが今回の参考資料では学習活動に即した評価基準を別途提示せず単元の評価基準として表記することとしています。単元の評価基準については 学習指導要領を解説に示されている例示の文末を変換するなどして作成することが考えられます。知識・技能の知識については例示の文末を何々について言ったり書き出したりしているあるいは何々について学習した具体例を挙げているに変換するなどして評価基準を作成します。前者は一般的に認知された 科学的な知識を内容とするもので各学校や教師の指導によって大きな相違がないものに用いています。校舎は学校や生徒の実態に合わせて指導する教師により取り扱われる内容に相違が予想されるものに用いています。技能については例示の文末を何々ができるに変換するなどして評価基準を作成します。思考判断表現については 例示の文末を「何々している」に変換するなどして評価基準を作成します主体的に学習に取り組む態度については意思や意欲を育てるという上位面の例示に対応し「何々しようとしている」に変換するなどして評価基準を作成しますただし健康安全に関する例示については意欲を持つことにとどまらず実践することが求められているものであることから「確保している」 に変換するのとして、評価基準を作成することに留意が必要です。スライドは入学年次の次の年次以降の機械運動におけるすべての単元の評価基準を示したものです。学習指導要領解説に記載されている入学年次の次の年次以降の機械運動にかかる。すべての例示について、先ほど説明した単元の評価基準作成のポイントに従い。 文末を変化するなどして作成しています当該単元で指導する内容を踏まえてすべての単元の評価基準から選ぶなどして単元の評価基準を設定し,します各観点の評価のポイントについて説明します知識・技能については体育の学習においては知識・技能を総括した評価を提示するだけでは 生徒自身が自らの学びを改善するための情報が不足することが考えられることから知識と技能それぞれの学習状況を生徒に適切にフィードバックできるようにすることが大切です。思考・判断表現については生徒が思考し判断することができるようにするための知識や技能を検討するとともに活用させる場面の設定やどのような活動をさせるのかについて具体化することが求められます。 こうした点からも、各指導内容や評価基準を整理し、指導内容間のつながりを確認しておくことが重要となります。学習の実現状況を的確に捉えるため、判断の目安を事前に作成し、それに当てはめる形で評価することも考えられます。主体的に学習に取り組む態度については、各教科等によって評価対象に特性があることに留意する必要があります。 例えば体育においては豊かなスポーツライフを実現することを重視し従前より構成や協力などを育成する態度として学習指導要領に居続けていることから各教科等の目標や内容に対応した学習評価が行われることとされていることに留意が必要です学習評価の実施にあたっては指導場面と評価機会の関係に留意する必要があります 知識・技能の観点の技能及び主体的に学習に取り組む態度における評価は技能の獲得・向上や態度の育成等に一定の学習期間が必要となること主に観察評価によって評価を行うことから指導後に一定の学習期間お及び評価期間を設けるなどの工夫が考えられます。知知識・識技能のの観点の知識 および思考判断表現における評価は主に学習ノート等に記述された内容から評価の材料を得ることから指導から期間を置かず評価をするなどのことが考えられますさらに生徒の発言等の観察評価によって得られた評価の材料を加味して評価の妥当性信頼性等を高める工夫が考えられますスライドは 観点別学習状況の評価のののの総総括括び評評定例を示したものです観点別学習状況の評価については観点ごとに ABC の3段階とすることが適当であるとされていますがこの例のように評価を行う段階から5段階で評価し評定への総括に備えるかについて検討することも考えられます。 各学期での総括や、評定への総括の際の検討の視点を、例を吹き出しで示しています。なお、総括の方法の例として、評価結果の ABC の数をもとに総括する方法や、評価結果の ABC を数値に置き換えて総括するなどの方法が考えられます。今次の改定では 学習指導要領の早速に、学習評価の充実という項目が新設され、指導と評価の一体化の必要性が明確化されました。この指導と評価の一体化を具現化していくためには、指導と評価の計画を作成することが重要です。単元の目標、学習の流れ、評価機会、単元の評価基準などが網羅されていれば、おおむね指導と評価の関係が 把握できるものになると考えられますまた各単元における指導事項を検討する上では内容のまとまりごとに指導事項を重点化することが重要ですスライドは入学年次の次の年次以降の機械運動の例ですこの例では2年間で各1回合計2回の機械運動の単元を計画していますこのことから入学年次の 次の年次以降の機械運動の内容のまとめで示されている指導事項を2回の単元に振り分け指導事項を重点化しています。例えばスライドの例では学びに向かう力人間性等については5つの指導事項をその次の年次で2つそれ以降の年次で3つに振り分ける例を示しています。これらのことにより評価の場面の生成にもつながることが考えられます。 指導と評価の計画の作成の手順については、先ほどご説明した参考資料を参照していただきたいと思いますが、作成にあたっては、まずは身につけることを目指す資質能力を育成するための指導内容を単元内に位置づけた上で、その学習の実現状況を適切な機会に適切な方法で評価することに留意が必要です。続いて 科目保険に関わる学習評価の改善について説明いたしますスライドに示している指導と評価の一体化のための学習評価に関する参考資料では事例6から事例9まで4つの事例を掲載していますこのスライドは学習評価の進め方を示しています単元目標の作成単元の評価基準の作成 指導と評価の計画の作成そして事業を実施し観点別学習状況評価の実施という流れで指導と評価を進めていくことが考えられますこの冊子では解説の表記などを用いて学習活動レベルに対応した単元の評価基準を作成することとしていますこれはこれまでの学習活動に即した評価基準と 同じ性質を持つものと言えますので今回の事例では学習活動に即した評価基準は作成しないこととしましたここでいう単元とは各教科等において一定の目標や主題を中心として組織された学習内容の有機的なひとまとまりのこととしています科目保険では 内容のまとまりをそのまま単元として捉える場合と内容のまとまりをいくつかの単元に分けて単元設定する場合が想定されますこちらは単元設定の例ですが単元設定および履修学点については各学校において検討の上決定することとなります学習指導要領と内容のまとまりごとの評価基準 解説と単元の評価基準との関係性についてはスライドに示したとおりです内容のまとまりごとの評価基準は学習指導要領の2内容の文末を変えて作成しますまた単元の評価基準は解説の目標及び内容改善等通知の観点及びその趣旨などを踏まえて作成します 授業を計画するにあたりまずは単元の目標を設定します単元の目標は両括弧1知識及び技能両括弧2思考力判断力表現力等両括弧3学びに向かう力人間性等の3つの資質能力に基づき設定します単元の評価基準作成のポイントです知識については解説の何々 理解できるようにすると記載してある部分の文末を「何々について理解したことを言ったり書いたりしている」として評価基準を作成します。技能については解説の「何々できるようにする」と記載してある部分の文末を「何々について理解したことを言ったり書いたりしているといるるともに「何々ができる」として評価基準を作成します。思考判断表現については 解説で示されている内容を踏まえ例示を参考にしながら実際の学習活動に合わせ文末を何々しているとして作成します主体的に学習に取り組む態度については改善等通知の評価の観点及びその趣旨に示された内容等を踏まえ文末を何々しようとしているとして評価基準を作成しますこちらは単元の評価基準の設定例です量的に見ると 知識技能が多く、主体的に学習に取り組む態度が少ないですが。これらは内容の傾聴や順序性を示すものではありませんので。各観点バランスよく指導し、バランスよく評価することが求められます。これは指導と評価の計画の作成例です。毎時間示している学習活動と。単元の評価基準の観点にずれがないようにするとともに。 評価方法は観察やワーークシートに加えてまた特に決められた様式はありませんので各学校で工夫し使いやすいものにするとよいでしょう次に観点別学習状況の評価の具体について解説しますまず知識技能の評価にあたっては実習を通して理解を深め 基本的な技能を身につけている学習状況を確認できるようにワークシートおよび観察による評価を行うことが考えられます。その際、ワークシートの項目を工夫することが重要です。また、既有の知識および技能と関連付けたり活用したりする中で、生活の場面でも活用できる程度に概念等を理解したり技能を身につけたりしているかについても評価できるように。 工夫することも考えられますなお実習における評価場面では技能だけでなく知識と一体的に評価することに留意する必要があります次に思考判断表現のポイントについてです授業において一人一人をより多面的に捉えより妥当な評価を行うためには観察やワークシート生徒との対話ペーパーテストなど 多様な評価方法を工夫し、組み合わせていく必要があります。具体的には観察の視点を明確にすることや、ワークシートの講座を工夫することなどが考えられます。次に主体的に学習に取り組む態度の評価のポイントについてです。本冊子の事例は4時間単元ですが、1時間目から4時間目までの知識及び技能の習得や思考力判断力。 表現力等の育成の過程における粘り強い取り組みを行おうとする側面と自らの学習を調整しようとする側面から総括して評価することが大切です最後に評価の総括についてです本冊子では観点別学習状況評価の評価結果の ABC の数をもとに総括する例と評価結果の ABC を 数値に置き換えて総括する例の2つを紹介しています総括の仕方についてこれらを参考にして各学校で検討して決めることとなります高等学校においてはこれまでも観点別学習状況の評価が行われていたところですが地域や学校によってはその取り組みに差があり形骸化している場合があるとの指摘もあります。そのため 高等学校における観点別学習状況の評価をさらに充実させその質を高める必要があります令和4年度から年次進行で実施される新学習指導要領に基づき各学校での指導と評価の充実が図られることを期待しております